ルグランドゴルフグランドゴルフ今日資金を持ってくるアルバイト。いや今は何もやってないです。あ、お兄さん独身かって聞かれてます。26歳の独身。20年以上前の建物をそのまま使って、こういう感じでお店を出したりっていうか、はい、生活感を出さないことを徹底してるんです。なるほど。こんな感じでちょっと人力車行ってきました。 B 級グルメを次は食べたいなというふうに。あるぞ。あ、めっちゃあるめっちゃある。デミグラスソースカツ丼。あ、こういうのうまそうじゃない？あれ？これ千屋牛ってか、あ、下に書いてある。うわ、高え。結構高えぞこれ。なかなかいいお値段しますね、千屋牛は。千屋牛はちょっとやめときましょう。今日は死んでしまう。多分年末年始のホテル泊まられなくなるんで、千屋牛はやめましょう。オッケー。ちょっとデミグラスソースカツ丼にします。お昼は。うん、すごいですね。お、すごい。ボリュームありますね、これ。すごい。ありがとうございます。では、見ていきたいと思います。すごいボリューム。こんな味ですね。結構食べました。ですね、今日はなんか福山今向かってるんですけど、福山のよくわからない会社の方にですね、全然面識ない方なんですけど、忘年会来ませんかということで忘年会に行くことになりました。全く面識ございません。明日ですね、今度は海の方に行ってですね、牡蠣を食いに来ませんかと。牡蠣食って船に乗るそうなんですよ。なので今日と明日なかなか結構サバイバルな感じの旅になってきましたね。知らない会社の忘年会ってなんやねんで、その後牡蠣食いに行く、そして船に乗る。まあ楽しいでしょうねこれね。そんな感じでちょっとやっていきたいと思います。今日20ちょっとぐらい走ったんですけど、あと25キロぐらいみたいなんで、まああとこれずっとまっすぐみたいですね。とりあえずずっとまっすぐ25キロ走れば着くそうです。そして今日も宿を取ってなくて、知らない会社の忘年会に行くという、なかなかすごいことをしておりますね。なんかいい感じなんで、取るときはいい感じですねこれね。なんかいい感じ。逆光だからどんだけ取れてるかわかんないけど、太陽が沈むみたいな。らしいですよ、この後もう結構な県を越えてきたんで、ちょっと数えないと分かんないな。岡山入りしたらワープしたからな。広島県に入ってるみたいですね。看板が太陽が眩しすぎて見落としたみたいです。とりあえずもう広島県に入りました。そんな感じで広島に入りました。広島もう福山ですねこれね。今日は今カプセルホテルに泊まるかゲストハウスに泊まるか考えとるの。飲み会に呼ばれてるんでね、そういうとこ泊まらないと飲んじゃったらやばいんでね、そういうとこ泊まろうと思います。今日はこのカプセルホテルサウナ日本ここ行こう。23日目終わりました。全く知らない会社の、知らない人からですね、メッセージ来てですね、福山で忘年会に呼ばれて今行こうと思っております。何屋さんかもよく分かってない感じです。はい。あ、ちなみにね、今日は 55.2 キロ倉敷から、あ、この辺に移してください。倉敷から福山まで 55.2 キロ走って今のところカプセルホテル入ったりとか、今日人力車とか行ったりとかして、6000円か7000円ぐらい使ったんですよね。で1万602円残ってます。ちょっと潜入してこようと思います。よはい、どうも福島です。どうも。皆様よろしくお願いいたします。吐きます。5人で息をお願いします。はい、おやばい。あとまだ多いね。頑張ってみましょう。もちろんね。これはしんどい。これはしんどい。もうちょいかな。もうちょいかな。頑張った。ありがとうございます。はい、社長。はい、皆さん、乾杯です。乾杯です。ごめんなさい。いいですか、いいですか、いいですか、いいですよ。はい、それを、じゃあ、